全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。出遅れは外ホットナンチュー。まず何がいきますか。7番モコモコグレイ先頭を伺います。15番モコガリレオかわして先頭。その後は17番インパスコミュー、13番トモチャッキー後位につけています。外から11番アメリカンシスター。各馬第1コーナーをカーブしていきます。外を抑えて16番ドバイユーイングス、内を抑えて14番ゴッドナンチュー、少し差が開いて1番パール本城、3番イロコロウェーブ真ん中あたりにつけています。続きまして8番ダーネットクラリス、これから向こう上面に入ります。内から4番プロミスザスター、それから9番タマゼウス、内を抑えて6番アールワンダー、その外12番フレームチェック。 1000m の通過タイムは1分1秒0。内から5番カズユキアトミック、内を抑えて2番ナギサイジナイト、これを見るように外側18番エチアロマ、最後方10番タチツバサ、ここから先頭までは10馬身以上。先頭は15番モコガリレオ、後ろに17番インパストミュー、7番モコモコグレイ後位をキープ、13番トモチャッキー、内から11番アメリカンシスター、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。外を抑えて16番ドバイユーイングス、1番人気インパストミュー、現在2番手。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、後続各馬の動きはどうか。先頭モコガリレオ、400を切って先頭モコガリレオ、その後インパストミュー、モコガリレオ粘る、先頭はモコガリレオ迫る、インパストミュー 200m を通過した。先頭が変わった。インパストミュー伸び足がいい。インパストミューさらに差を広げにかかる。インパストミュー、インパストミュー押し切ってゴール。勝ったのはインパストミュー、鞍上は横山武史騎手。インパストミューブリーダーズカップを制しました。2着モコガリレオ、3着モコモコグレイ。